体レジェンドは日本の競走馬である。馬名の意味は冠名伝説。主な勝ち鞍は2013年の京王杯2歳ステークス。セリ1に上場されたが買い手がつかず、その後、小安勇気が購入した。2013年11月2日、東京競馬場で行われた芝 1400メートルのメイクデビュー戦でデビューし、勝利を果たした。デビューから7日後の11月9日、京王杯2歳ステークスに連投で挑み、2番手を追走から抜け出して勝利。重賞初制覇を果たした。鞍上の田辺裕信にとっては、アルテミスステークスに続いて2週連続の2歳、重賞制覇となった。休み明け初戦は、ファルコンステークスに出走したが7着に敗れ、続く、ニュージーランドトロフィーは8着に敗れた。初の GI 戦となった NHK マイルカップは、主戦騎手の田辺がこの日の4レース前に落馬負傷し、江田照男に乗り代わりとなった。レースは4番手を追走したが、勝ち馬のミッキー・アイルから1秒6離され18着、しんがり負けを喫した。続く初ダートのレパードステークスもしんがり負け。その後も2桁着順が続き、2016年4月1日付で JRA での登録を抹消され、大井競馬に移籍する。体レジェンド、大井競馬に移籍へ引くラジオ日経、競馬実況ウェブ。2016年4月1日閲覧、地方競馬データ情報、競馬 GO.JP、2018年11月2日閲覧、京王杯2歳 SG2 重賞ウイナーレポート、競走馬のふるさと案内所、2014年5月20日閲覧、京王杯2歳 S、デビュー7日後、レジェンド V、サンスポー、コム、2014年5月20日閲覧、田辺が、落馬負傷で、体は、枝照らし。nikkansports.com。2014年5月20日閲覧。体レジェンド号が、競走馬登録抹消。日本中央競馬会。2016年4月2日閲覧。ありがとうございます。